京成バス市川営業所京成バス市川営業所は千葉県市川市柏井町に位置し市川市北部松戸市南部船橋市西部に路線を持つ京成バスの営業所である車内の営業所記号は2を用いる主なターミナルとして市川駅元谷田駅の2駅が挙げられる従来は市川市南部鎌ヶ谷市白井市臨済市浦安市にも 路線を有していたが、現在これらの路線は、千葉レインボーバス、京成トランジットバスに監視されている。市川には、大正時代からバスが運行されていたが、京成、または京成乗り合い運行を開始したのは、昭和初期である。その当時はこの地域に営業所がなく、奥戸営業所兼、兼京成タウンバスによる朝田サタイ線、旧、奥戸線と、奈良市の営業所。 船橋営業所の前身による市川船橋線、河野台船橋線が乗り入れていた。ただし、車庫が全くなかったわけではない。京成電鉄85年の歩みに掲載されている、当時の路線図によると、旧、八幡駅よりもさらに東に、旧、八幡車庫が存在していたことが示されている。1942年1月24日に、東京地下鉄道、ただし、 1941年11月末までは、葛飾の利合い自動車。形成の買収にあたって、事前に、東京地下鉄道と合併より路線を継承し、浦安、行徳、新小岩、西新井などが、形成のエリアとなった。ただし、西新井については、戦時統合により、東部エリアに変更。同日には、行徳馬車自動車より、船橋行徳線。 現在の原木線に近い買収している。その後1943年7月14日には、森田祐吉の経営するヤワタキネカンを主とする路線を買収した。この時に、国鉄元ヤワタ駅の南側に、初代市川営業所が開設された。その時点で、旧ヤワタ庫は不要となったのだろうが、詳細は不明である。こうして、初代市川営業所は、 千葉街道沿線、浦安方面、大菓市は、国部方面等に至る、比較的短距離の路線と、白井、木下に至る、長距離路線を営業することとな。戦後、昭和20年代には、大菓市は線が、高塚入り口で分岐した、高塚線、現在は、大菓市は線と高塚線をまとめて、高塚線と故障、通称市川市内循環と呼ばれた復帰しません。現在と、 ルートが異なるが新設され、元八幡駅及び、市川駅近傍の輸送力は大幅に増強された。2008年12月17日に IC カード、パスモを導入した。元八幡駅北側の主幹路線である。途中の高塚入口までは、全便が共通のルートで、それ以北で高塚、東松戸駅側と大町駅、市川営業所側に分かれる。 京成電鉄55年市、昭和40年代初期では、高塚方面便と大町方面便をそれぞれ、高塚線、大菓市は線と区別しているが、初期の市川市統計資料ではすべて、大菓市は線と取り扱っており、当時の本社と営業所の路線の呼び方が異なっていたことが伺える。結局、昭和50年代頃よりまとめて、高塚線と呼ぶようになったようである。 大町側については1970年前後までは、現在の大町公民館が終点であり、その当時は、ここが大町と名乗っていた。ちなみに、かつてこの付近は新京成電鉄によるバス路線、矢柱線があり、同社の停留所については廃止されるまで、大町のままだった。柏井社庫、現、市川営業所大町間は1990年12月、 大町大町駅間と高塚東松戸駅間は北総線前通時の1991年3月にそれぞれ流された。高塚側については1953年の開通以後しばらく変化がなかったが1991年3月の北総線開通に伴い一部の便が東松戸駅まで延長された。 延長前の1991年3月30日までは、元八幡駅高塚入口便が朝にあり、高塚入口には送車場もあった、現在は廃止。この高塚入口の送車場は、早期から存在していたが、容量が小さかったため、高塚に新しい送車場ができると、その役目を譲り、晩年は折り返し場となっていた。 朝だけしか使わなかったので、昼間は鎖で入れないようになっていた。少なくとも、昭和末期以降、高塚駅は7の10分置き、大町駅は15分置きと頻繁運行されていたが、利用者は高塚入口までに多い。2003年4月1日の改正で高塚側の便数が減らされ、高塚までが15分置き、東松戸駅までが30分置きとなった。 現在は増便されており、東松戸駅まで毎時4本程度が確保されている。市川営業所と公日の医療センター入り口、旧市川北高校はほとんど同じ場所にある。医療センター入り口停留所は車庫の南側にあり、市川営業所停留所は車庫の北側にある。松戸、聖徳学園線は松戸営業所を参照のこと。 国分線は市川駅から北の国分地区に向かう系統である。終点側で多くの方向に枝分かれしていることが特徴である。この線の開通は戦前であり、市川駅国分間を運行していたことや、当時は市川まま駅、菅野駅間の踏切を渡っていたことを、当時の路線図から確認することができる。ただし、運行頻度、営業所等、 詳細な情報は不明である。その後、市川ママ駅経由となったが、市川と松戸が繋がった時期は、意外と新しく、1961年のことである。その時点では、国部の折り返し便が多かったが、1965年に国部航行便が新設され、線の主力はこの便に変わっていった。復帰しま線は、1957年に、 市川市内を循環する路線として、市川駅、市川総合病院八方橋市役所、市川駅が開通した。当時は、道路状況が悪くなかったため、頻繁運行が行われ市民の足となっていた。なお、今の市川総合病院バス停近くに、管の操車場があり、そこで乗務員の交代が行われていた。その後、中山団地線、京成百貨店に入り口、 京成八幡駅市役所鬼堀駅八方橋、北方団地、現、中山団地市川学園京成八幡駅、という循環線。後、中山団地線と名称変更が開通し、さらにそれが、市川北高線に変わった際に、この線が、中山団地経由で、東菅の五丁目まで延長し、変形のラーケット型循環線となった。この際に、始発終着は、 東菅の五丁目となり、双方とも行き先が東菅の五丁目となったので発砲橋基準に右回り系統の幕は青文字で市役所、市川駅、ママ駅周り東菅の五丁目、左回り系統の幕は赤文字でママ、市川駅、市役所周り東菅の五丁目という表示を掲出していた。なお、左回り系統の文字は赤であったので最終便は 赤ランプを点灯するため、最終便の行き先表示が非常に見づらかった。しかし、一乗客のほとんど全員が、途中の市川駅と、京成百貨店に入り口、元屋渡駅前だが、国道14号を上にあった。現在は、廃止で乗降してしまうこと、に南側が総武線、京成線と並行しているために、乗客利用が少ないこと、三道路の混雑のために、 循環線だと定時性が確保しにくくなった、などの理由のために、以下の変更が行われた。その後も、国道14号区間においては、状況の改善には至らず、1997年10月6日に、京成百貨店に入り口、元谷ー駅市川駅が廃止となった。残った区間についても、市川駅発着便と元谷ー駅発着便とで、本数に差が見られ、 校舎は1時間に1本という時間帯まで現れた。国道14号上にあった、元八幡駅の最寄りの停留所は、京成百貨店入り口と名乗っていた、同百貨店ができるまでの名称は、八万十字路。1997年10月以前において、元八幡駅折り返し便の元八幡企駅業の終点は、駅停留所ではなく、京成百貨店入り口だった。 その後、駅ロータリーまで改装。それ以後は、同停留所そのものが廃止されたため、この便の終点も、駅ロータリー側に変更された。後に、関の交差点経由系統は、平日夜間、市川駅で総武快速線との接続を重視するダイヤが組まれたことがあった。2003年に、市川学園が東菅野から本北方に移転した。 ことでもよりとなるバス停が東菅の5丁目に変更になり、復帰しませんが、通学手段として用いられるようになるとともに、通学時間帯には、西船橋駅から東菅の5丁目までの直行便も設けられた。その後2005年になって、バス停名も東菅の5丁目市川学園、合わせて、姫宮団地線の旧市川学園も東菅の3丁目へと変更れ。 これに伴い方向幕なども変更された。この際、増発された朝ラッシュ時の便、元ヤワ駅京成八ワ駅八万六丁目、市川学園は、姫宮団地線の本十一系統と復帰しませんの本七十二系統、またのみ、に二分されていた。なおこの二系統はその後の二千十五年四月ダイヤ改正で、市川学園正門前まで延伸、本十六系統に統一された。 京成バスの公式プレスリリースにおいて、元八幡駅発着便の路線に、鬼り線、西船橋駅市川学園直行便に、市川学園線の名称を使っている例が、見受けられる。元八幡駅から、東菅野三丁目、市川学園を経由して、姫宮団地経由で、医療センター入口、旧、市川北高校、または、市営霊園経由で、 一川営業所まで行く線である。市営霊園、一川営業所便は、土休日の昼に、動植物園に至る。国武創車場から坂を登って中国分地域を抜けて、河野台経由で、市川駅に行く路線である。開通当初は、国武創車場国立病院のタンク間のみを走り、両端で乗り換え、割引のある乗り継ぎ乗車券使用を得るとい特殊な運行を行っていたが、 現在では、市川駅まで走っている。また、以前は、国分奏車場中国分市川駅国分国分奏車場という循環便も存在していた。循環便は、国分奏車場基準左回り系統は午前中、同回り系統は午後のみの設定で偏ったダイヤが、組まれていた。2008年より、国分奏車場北国分駅の区間が延伸した。 河野大病院付近の道路が非常に狭く、全便中型車、ホイールベース3.75メートル車限定にて、運行されている。この線が開通した時期は、京成にとって、中型車による運行であることや、他線との乗り継ぎを前提とした路線という珍しさもあって、ミニバス路線として乗客へのアピールも行っていた。しかし、結局市川駅まで通しで運行することになり、 京成バスの中でも乗客数の多い市川線、河野大病院に市川駅間の区間を通ることとなったため、この線の車両だけ混雑度が高くなってしまうというデメリットも生じている。特に朝の市川駅方面の混雑は激しい。しかし、中型車の運行に限定されたの路線との車両の共有化ができないためこれ以上の増便は困難である。市川市からの受託を受けて、 平成バスが運行を行っている。北東部ルートは、柏医者湖近隣の保健医療福祉センター、市川市リハビリテーション病院を起点に、主に、紀根街道より、北の地域をカバーする。往復ルートは、日記コルトンプラザ近隣の千葉県立現代、産業科学館と、松戸美大駅。松戸美大駅は、松戸市に属するが、南口は、市川市の大町に属するを結び、 循環ルートの西側を経由する。開通当初は市川市道植物園までであったが、2014年、平成26年10月より、松戸美大駅まで延伸された。運賃は大人150円、小200円で、パスモでの支払いが可能。開業当初は三菱不走エアロミディ ME や日野、レインボー HR の7メートル車で運行されていたが、2014年から日野、 ポンチョに置き換えられている。平成17年度は136人、日。平成18年度は248人、日。平成19年度は326人、日。再三率43.2%の利用があった。なお、市川市は、コミュニティバスに関して北東部及び南部路線に対して、合計約7、340万円。 平成19年度を負担している。北国分ルートは、北総線の矢切北国分間の周辺地域を結ぶように設定され、2020年3月31日までの実証実験として、平日にご往復が運行される。1998年6月1日に、松戸営業所白井車庫担当から市川営業所に移したが、 1999年4月1日付で、千葉レインボーバスへ移管された。元は、松戸営業所担当であったが、年次不明、市川営業所に移され、2008年9月16日付で、松戸新京成バスへ移管された。京成バス船橋営業所花輪車庫へ移管され、その後、2012年12月23日、京成バスシステムに移管された。車両は、 古くから、椅子図の車両を中心に導入し、1970年代には、京成自動車工業の車体を乗せた車両が導入されていた。ただ指導者は、西日本車体工業のライセンス製造を行っており、当時東日本では、数少ない西高バス車体の 42MC、当時のかまぼこと、通称される車体が見られた。1970年代後半に入ると車体は、 川重車体工業と富士重工の車体を、おおよそ半々程度の量で製造。川重は後に、IK 高地、伊子津バス製造へと変遷していく。2003年からは、富士重工が、バス車体製造を終了するため、伊子津バス製造の車体のみが製造されるが、2004年には、J バスへの合併に先立ち、日野自動車の車両を、少数ながら導入する。しかしこの合併後、 千葉営業所等から、伊すず社、船橋営業所から、日野社が大量に転入。過去には、松戸営業所白石車庫担当の鎌ヶ谷線が、千葉レインボーバス分社化に伴い、鎌ヶ谷線の鎌ヶ谷市役所発着便、鎌ヶ谷市役所、白井工業団地経由白井駅、鎌ヶ谷市役所、白井公民館経由白井駅、鎌ヶ谷市役所、白井工業団地経由平塚便を、 一川営業所の担当になり、三菱不送車を5台転入したが、1998年10月19日に、鎌ヶ谷役所、白井公民館経由次郎駅便及び、鎌ヶ谷市役所平塚便廃止に伴い、三菱不送車2台を松戸営業所に転属した後、1999年4月1日に、鎌ヶ谷役所、白井公民館経由白郎駅便を、千葉レインボーバスに譲渡した際に、 残りの三菱不走車3台を松戸営業所に転属したしている。2006年度には三菱不走製の新車が導入されているが、こちらも現時点では少数派である。また、中国分線専用の中型バス、1998年度車系視、LR333 回1台、奈良市の22を3247、2004年度車系系。 LR233 回2台、奈良市の200十461、462が存在、2010年中に現在東京オベイシティバに転属した。ちなみに、非常に珍しい車両であるイスズ・エルガジェイも導入されている京成バス以外では、関東地方は立川バスしか導入されていないが、同社ではすでに引退している。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。